ちは。こんにちは、さゆたかさん、はい、もう今シーズンもね、リーグはなあもうほぼ終わりに近づいてるということで、まあ、順位もね、はい、ほぼ決まったし、そうなってくると寂しくなるな。そうですよね。もうそんな中で今年、はい、鮮烈なデビューをした選手たちもいました。はい、例えば渡来選手、はいはい、もう早速ね、あの1試合目から鮮烈なホームラン、印象的でしたね。なんかデッドボール食らった後もな、踏み込んでって。そうです、あれカープ戦でしたね。まあ、ほらもう新人王決まったと思ったら、はい、人もいたよね。そうですね、コメント欄でも書いてあった、はい、俺が違う人の名前言ったら、うん、下げんのどこ見てんだみたいなまあ言われました。言われました、言われましたけど、はい、まだ発表になってないか分かんないけどもね。そうです、ルーキーって、うん、まあ、弱いなと思うのは、得意な分野はうまくいけば、うん、まあ、ちょっと欠点も出てきてね。そうですね、その欠点がこう露呈することによって、うん、こう失速していったというね。そうでしたね。あんなにちょっと守りに守備、はい、あの難があるっていうか、うん、とは思わなかったけどね。そうですよね、まあ、センスから言ったらもう何でもこなすっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたんだけどな。はい、ね、バッティングがすごく良くて、ちょっと守備でハッスルしてしまったりとか、うん、ちょっと空回りしてしまったりとか、うん、で一回そういうこともあって三浦監督ファームに、はいはい、あのシーズン途中であの行かせてっていう、まあ、そうだな、そこでいろんなことを勉強してっていうことは三浦監督も話されてたようでしたしね。まあ、オフの間から、うん、こうキャラが先行してね、うん、まあ、明るいキャラでノリノリのキャラで、はい、まあ、ノリノリのまま開幕を迎えて、はい、まあ、打って、うん、だけどなんかこう守備でミスをしてちょっとへこんで、うん、ノリノリがなくなって、はい、あの子はノリノリでやらないと成績がついてこないような気がするな。こうしんみりやったってさ、うん、まあ、しんみりやれとは言ってないと思うんだけども、うん、なんか厳かにやっても自分の力が発揮できないのかなっていうような、まあ、そんな感じがするな。それがなんかニコイチというか、まあ、そうだな、それが成績にもっていう風な感じなんですかね。まあそうだよね、うん、いやだから、まあ、ああいうキャラだから、まあ、仕方ないのかもわからないけども、うん、彼の本来の力を出すにはやっぱノリノリでやった方がいいな、ですかね、うん、ただなんかそれもその時のなんか野球に TPO があるのかわからないですけれども、それをやっていい時とちょっとこうした方がいい時っていうのは見極めながら、まあ、空気を読まないとな、うんうん、まあ、そりゃそうだ、相手チームに対しての敬意っていうのももちろんあるでしょうし、まあまあうね、なんかもうそれで育ってきちゃってるからな、多分ね、それを出せるような成績も残していかなきゃいけないし、うん、止まることはできないんだよ、うん、スランプ入った時にこんなことやってたら、そうですね、まあ、なんか言われるしな、うん、であの今シーズンは、1年目75試合に出場して2割5分5厘、3本のホームラン、そして24打点ということなんですが、あの本当に最初こう鮮烈なホームランだったり固め打ちってありましたけど、途中からやっぱマークが厳しくなってくると、そりゃそうだよな、打てなくなったりとかっていうのあったんですけど、打撃でもやっぱね、うん、打撃は天才的なところを持ってる、ミートする力とか、はい、反応だとか、うん、そういういいものを持ってるよね、うん、だからそれがもう順調に伸びていけばいいなと思うな。逆に弱点っていうのも見えてきたんですか。弱点というのはやっぱこう、まあ、バッティングに関しては弱点っていうのはやっぱ性格的なもんだよね。勢いよくいけるときはいいけど、やっぱり引いてしまうと自分の力が発揮できないという、うん、まあ、そういうところはちょっとあったな、うん、あとはね、話されてたやっぱり守備っていうところですよね。まあそうだな、うん、守備だから、まあここら辺があの無難にこなすようになってくるとね、はい、まあ、誰もね1年目からミスしたからって攻めやしないよ、うん、ね、頑張れ頑張れって応援してくれる。でもこれ2年目からになってくると全然違ってくるしね。そうですね、うん、だからまあそれに備えて、うん、今オフは苦手なところ、はい、欠点、うん、まあ、そういうのをなくせるように、うん、まあ、頑張っていかないとね。まあそうですね、あの将来的にも DeNA の、ね、顔になって引っ張っていく選手でしょうし、はいはい、うん、あとはこの動画でも取り上げましたソフトバンクの前田、はい、ね、前田投手2名がね、デビューしました。デビューした、続けざまにデビューしたよね。そう、 そうなんですよ。はい、前田裕子投手は10月1日だったと思うんですけれども、はいはい、あの2人のピッチングが初めてその一軍でのピッチングっていうのはどうでした？感想は。最初どっち行く？どっち行きます？前田裕子投手行きますか？裕子ね、はい。大阪桐蔭。はい。まあ、緊張はしなかったっていう談話を残して、うん、でもファームで打ち取れてたボール、決まってたボールが一軍では通用しなかった。
だそれはすごく勉強になったし、それを踏まえてもっと練習していきたいという、非常に投げてて感じ方っていうのも冷静だし、ただ俺緊張しなかったっていうコメントが痩せ我慢なのか、本当に緊張しなかったらそれはあまりにもプロとして責任がなさすぎるなって、生活をかけてやる場だからね、だからそれなりの緊張感は持ってほしかったなっていうふうには思うけども、まあ強がりで突っ張って若いから、まあそう言っちゃったのかなっていうような、そういう捉え方をしたけども、やっぱ投げてるボールだとかプレートさばき、それを考えるとやっぱり非凡なものは感じるし、まあ将来的にああこれはソフトバンクの中心を担っていく選手になってくるのかなというのは感じだけどね。来シーズンはどうでしょうか。もう少し球威が出てくるといいなとは思うけどもね。キャンプ、春のキャンプであったり自主トレであったりで、そこをさらにプラスアルファっていうところですかね。まあそうだな、だからまあソフトバンク自体が慌てることないんで、じっくりは育てようとしてるし、国防監督がねやっぱ経験をさせて一軍というのはどういうことか、一軍の打者ってどういうことなのか、そういうことを体験させてるという、まあ、それにどう応えていくのか、まあ、これは前田次第だしね。そうですね、だから賢い子だったら早いうちに出てくるだろうし、だからあれだけの素材があってもやっぱ考えがしっかりしてなければね、出てこないだろうし、今年入ったばかりで一軍を経験できるっていうのがすごい。そうですね、それだけです。それも優勝チームだからな。そうなんですよ、言っとくけど、だあれだけ4軍もあるところだからね。いやそっからすごいですよね。いやすごいよな、激しい中で。そうそう、さあもう一人の前田投手いきましょうか、前田純投手。純は急に、いきなりね、友達じゃないんだけど、友達になりました。やっぱね、抜くボールがいいな。へー、前田優吾と純とこう比べると年齢の差っていうのはあるじゃない、もちろんそうですね。そうでしょ、4つ5つぐらい上か、そしたらやっぱそれだけ大人だな。前田優吾の方は向かっていって俺のボールはどこまで通用するのかっていうね、まだ19歳、あやっぱ打たれるんだって、よしこれはどうなんだ、打たれるんだ、だから四球出さなかったと思う、挑戦していってるから。でも純の方はこれで抑えたいっていう、立場と年齢が違うというかさ、絶対打たれるわけにはいかないみたいな、ここでなんとかチャンスをつかみたい、試してる場合じゃないみたいな、そういうことは感じたな。前田優吾と前田純を比べた場合には、年齢が高いだけあってやっぱ大人のピッチングを見せてくれるし、変な力みも入ってないしね、だから落ち着いて投げられたんじゃないかなと思う。まあ、抜くボールがいいわ、すごく抜くボールがすごくいい、抜くボールが、あれはなかなかねタイミングが合わないと思う。2人とも全然やっぱりタイプが違う。まあまあでも将来的には同じようなタイプになってくるのかなとは思うけどね。まあだけど前田優吾もっとぐんぐん押してほしいけどね、若さもあるしどんどん行ってほしいと。まあ、そうだな、で失敗もまだ許される年だし、前田純っていうのは前田優吾から比べたら半分の失敗しか許されないし、っていうような、まあ、差はあるけどもね、本当に2人ともいいピッチャーになるだろうなっていうふうには思うわ。だからこの、ね、時期にそういった選手を使える、起用できたっていうのもやっぱり早めに優勝が決まって、まあ、そうだなっていうその余裕というか、そういう中でっていうのもありますね。だから昔はね、こういう消化ゲームみたいなところで投げてもっては思ってたけども、感じ取ることが大切なのかなっていう、一軍のバッターとか、無駄では全然ないなっていうふうに思ってきた。そうですね、彼ら2人はいい経験をしたなっていうふうに思うね。今シーズンの最後に1軍の試合で投げる経験をしておくのと、来シーズン初めて1軍のマウンドを踏むのではやっぱりちょっとまた違いますよね、気持ち的に。違うね、だから前田純は勝ったけど、前田優吾の方は6失点で、でも負けがつかなかったと思うね、それなりのものは持ってるよね、優吾。好きというか運というか、純の方は一つね、勝つことによって自信も深めただろうし、まあ、これを継続していかないとなっていうっていうことは思うけどもね。そうですね、まあ、でも、やっぱこの動画で扱った人間、前田前田いいぞみたいな言ってて、なんだお前たち口だけじゃないかみたいな言ってるけど、こういう時期でも2人が連続してね投げれたっていうのは
すごく良かったなって、嬉しいよな。良、ね、かったですし、あのピックアップさせていただいて良かったなって思います、ね、嬉しいよな、はい、なのでもしあの前田あの両前田の投手の動画を見ていないという方あれば、多分ここら辺に今あるかもしれないので、そこを参考に、俺らがやったやつ、ね、はい、そうですそうです、はいはい、あのまた見ていただいて、はい、振り返っていただけると嬉しいなというふうに思います、はいはい。